コモロケさん孫さん劇場。今度はその通り。<laughs> まあなんかコモロケさんがね、なんかあの海外メディアにね、無慈悲なこのなんかこう、なんていうかな、人物表みたいなね、うん、ゴールドディガーとか言われたらしくて、これゴールドディガーの意味はどうでしょうこれ多分報道見た方もいらっしゃると思うんで、前、まあ、は金目当てでね、えー、この近づいてくるやつみたいな、そういう意味あるらしいですよね。<laughs> 正解で、まあ、なんか海外のメディアがね無慈悲すぎると、うんまあ、これカナダのメディアなんですけどもコモロ・ケイさんがねゴールドディガーだと、ね、金銭目的で、ね、この女性と交際するやつのことを言うらしいですけどこれ、まあ、男性でも女性でも言うから要は金銭目的で、えーまあ、交際するやつっていう意味でいいんじゃないですかね、うん、ゴールドディガーだって。<laughs> えーとカナダメディアまでこの小室眞子さんとの、えー、結婚を特集してるらしいんですよね。へー。すごいな。ワールドワイドですね。世界のクオモール戦になったじゃんね。うん。で、えー、カナダメディアが眞子さんと結婚した小室圭さんを、えー、ゴールドディガーだと形容したと、えー。2人の結婚は世界中で注目を集める中、カナダメディア、セレブレーティング。何 ザソープセレブレーティングザソープーな,なんだかよくわかんない。セレブ、セ,セレブ特集、もともとなんかセレブばっか、世界中のセレブばっか追っかけ回してる、そういうなんか、<laughs> 下水メディアがあるっていう、そういうことでいいのかなが、これまでの経緯を含めて大きく特集してると。えー、まこさんと小室圭さんは、彼らの行動によって国民からの人気がなく、<laughs> えー、メディアは彼らを英国のヘンリー王子とメーガン妃の日本版と呼んでいるのが現実だそれ海外メディアがなんかそう言ってるだけ日本国民はだってえ似ても似つかないぐらいの認識じゃなかったっけうん、ね、そんな力もないし知名度もないしみたいなうんでまあ結婚式の後彼らはジャーナリストと向き合い、えー、彼らの関係をめぐる論争に取り込んだジャーナリストと向き合い えー、彼らの関係をめぐる論争に取り組んだ。ああ、あの国民の多くを敵に回したあの結婚会見のこと言ってるのかな。僕たちを、私たちをみたいな、そういうやつだよね。うん。取り組んだことになってんの、あれ。<laughs> なんかもう言いたいことだけ言ってね、もうピシャっていう、なんかそういう感じにしか思えなかったんですけどもね。えー、で、えー、そんなことも伝え、そんな様子も伝えていたと。 えー、今回の結婚に反対の声が多い理由として、なぜ結婚はそれほど見下されているのか。結婚が見下されているって何だろうそれは彼の家族にある、えー、小室圭さんの、うん、小室家の教育に、小室圭さんの教育に資金を提供したことについて、ああ民事に介入した件のこと言ってるのかな。あ小室圭さんの母親と、うん、元婚約者の間で金銭をめぐる論争のために結婚が延期された。 と小室圭さんの母親をめぐる金銭トラブルについて指摘していると、えー、そして小室圭さんの結婚の意図が、えー、金のためなのかという憶測を招いたとした上で <laughs> そうっすね憶測ってことにしときましょうか、えー、で、えー、言い換えれば小室圭さんはゴールドディガーの落印を押されていてそれがメーガンと同様に非難されている理由だと糾弾したと。 ちょっと違うんだけどまあ海外メディアですからね、えー、ゴールドディガーとは、えー、恋愛ではなく、えー、金銭目的で他人と交際する人という意味があり、えー、小室圭さんにとっては屈辱的な相性をつけられてしまった格好だ、まあ、あんまり屈辱的には受け取らないような気がしますけどねうんむしろなんか最大のこの褒め言葉みたいな。<laughs> しかもアメリカ語得意な人なんだろうからさ。ね。うん。まあ、カナダとかアメリカなんかで使われてるこのゴールドディガーっていう言い回しだって多分知ってるんでしょうん。お、ゴールドディガーなんて言われるようになったらいよいよ本物だな、みたいな。ははは。ね。いや、そんな感じじゃないの違うのかなうん。で、えー。 2人の結婚をめぐっては海外でもさまざまな憶測を呼んでしまっているようだほとんどがもう憶測じゃなくて事実の指摘なんですけどもねその辺がマスコミのねなんかこう,こういう書き方マスコミらしいっちゃらしいのかな 最初なんかこのゴールドディガーなんていう単語も見たらなんかこうラッキースケベみたいな感じでなんかちょっと面白おかしくなんかこう茶化されてるそういうニュアンスかと思ったら全然違いましたね。もげはなんかこのやっぱり金の採掘者ですよね。うん。まあ確かにね、現状見たらそんな風にしか見えませんからね。うん。まあ日本のマスコミもさ、これぐらいの報道さ、やってもらいたいよね。うん、ゴールドディガーか <laughs>。 世界中にこうね、ばかにされてるますよね、これね、本当恥ずかしい限りだよな、まあ、なんかこの海外メディアだとどうしてもこの借金のせいっていうのかな、まあ底止まりっていうのかね、日本国内ともうそこじゃないじゃないですか。 ね、うん、だいたいさ、ね、30になって、ほとんど職歴なしの無職、ね、ロイヤルニートの方が、はるかに問題だと思うんですけどもね、いいから早く働けっていうのはそこなんですよ。だって、じゃあ、このなんかね、この、あの、ヘンリーメーガンを、なんか、ここでも出されてましたけど、メーガンさんだって結婚するまで女優さんとして働いてませんでしたっけうーん。 まあなんだろうな。うん、これどうなんですかね。お子さんやっぱりね、作られるんですかね。うん、子供はなんかもうミスター・プロスペクターみたいな感じで、なんか嫌な感じしかしないんだけどな。ね、これもあれかな。あーのー、日本のこのマスコミというか、あ違うな。本人的にこれも何誹謗・中傷みたいなあ、そういう感じで、この海外メディアにも単価切っていくスタイル、貫き通すのかな。うーん。 だってさ、お嫁さんをもらったわけでしょ小室圭さんから見て。ねえ、相手がどこの誰であれねえ、お嫁さんもらうお嫁さんもらうっていう言い方がもう今なんかアウトになるんだっけ <laughs> いや、そこはアウトではないと思うけどな。うん、無職はねえよ、無職は、うん。まあ、とりあえずこの海外メディア、まあ、移住される可能性があるアメリカがこれを言うんだったら ねえー、あれですけども、まあ、ドイツといい、このカナダといい、<laughs> とりあえず、今んとこ何の関係もなさそうなね、国のメディアがね、<laughs> ここまで言ってくるっていうのもね、うん、ねなんかこう、お前らは自国の心配でもしとけって言いたくなる気持ちも多少はありましたけど、まあ、ちょっとなんかこう、ストレートすぎて、これは言われてもしゃあねえかなっていう方が勝っちゃったんでね、うん。 なんだろうなもう。じゃあ、アメリカでこのね、本当に渡米するのかどうかまだわかんないですけども、まあ、帰化する機会でもあったらね、これ、仮面に使ってあげればいいんじゃないのね、この KK ゴールドディガーって。なんかちょっとかっこよくね <laughs> いや、あの、褒めてないっす。<laughs> 全力で褒めてないっす。ていうか、これ、もう、 ね、アメリカにも行けないでしょう、うん、あのフォーザム大とかさ、ね、この司法試験の絡みもあるからさ、胸、ね、張って堂々とアメリカに戻るなんていうことが多分できないような気がするんですよね。うん、まあでもほら 我々一般の日本国民と違って、ちょっとあの神経の図太さっていうか、面の皮の厚さが規格外だから、その辺は、ね、関係なく行っちゃうのかもしれないですけども、一つの可能性としてね、うん、とある半島にねこのなんか祖国に帰るみたいなパターンはないのかなってちょっと思ったんですよね。うん、いや、なんか喜んであのねポッポみたいにこの引き取ってくれるかもしれないじゃん,、うんねうん。大なんちゃら帝国皇帝誕生かもしれないですよ。胸厚じゃね <laughs> それダメなのかな いやあの人たちだったらほらねえていうかもう彼こそがねえあの国の皇帝にふさわしいかもしんないよ、うん、もう経営電かどころの騒ぎじゃないよね、うん、だってほら里帰り里帰りねそういほら ハンのあの国のメディアも嬉しそうに擁護してませんでしたっけこのクモロオケさん、孫さん夫婦ね確かなんかものすごいこうおかわいそうみたいなね日本国民は相変わらず古臭い考えでみたいな、なんかそういうこの擁護記事飛ばしてましたよね、うん、何日か前に。うん。まあ、マジでね、うん、まあ、これ、まあ、 半分冗談ですけど、半分本気ですね。うん、だってこの人間性っていうかこのタイプがさ、ね、このポッポね、うん、一緒じゃん。同類じゃん,、うん。そっくりとは言わないですけど、フォルダーは確実に一緒だよね。うん、なんていうかこの当事者意識、えー、もう皆無だし、この責任感ももうまるでないでしょ。ね、で全ての見通しがくっそ甘いじゃないですか。自分に都合よく考えるだけで。うん、いやもう本当世の中舐めてるでしょうっていう、そういうレベル。うん ほぼ一緒ですよねまあでも海外メディアに言われてねおっっていう気が、ね、しなくもないですけど我々日本国民はもうとっくの昔にそれぐらいのことはね、うん、気づいてたというか知ってたことですからね、うん、だから屈辱も何もだってクオモールさんは はじめからお金のことしか考えてなかったに決まってるじゃないですか。うん、だって、ありとあらゆる嘘を並べ立て、ね、偽りの経歴でもってたくさんの人をね欺き続け、今に至るんですよ、うん。コモールさんにね、この人をね、うん、真実の愛とかね、心からの愛なんてものはね、存在しませんよ。ね、うん、ただまあ、彼にとってはね、うん、他人、自分と、自分以外のこの他人とはね、ね ATM、ね 小さいか大きいか、ATM として小さいか大きいかの違いでしかない。そういう見方しかしてないっすよ。うん。だって以前も確かお金持ちのね、どこぞの両家のお嬢様と交際して、なんかカード自由に使ってたみたいな、そんな話あったじゃないですか。うん。ただ今度のはね、違いますよね。うん、ご存知の通り。ね、うん、ある時払いというか、もうね、あるだけ無制限に使い続けても、ね、すべて一括税金払い。うん。もう、ね、 秋篠宮印のロイヤルキャッシングですからね。あうん、なんとでもなりますわな。<noise> ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。